国際協力学生団体、キーボとは、東京都港区に本拠を置く、途上国への本の寄贈、図書館建設等を行う、学生団体である。2009年9月に創設され、2019年で、設立10周年を迎えた。現在は12期メンバーが運営しており、12期現代表は、常吉夏美である。実際に途上国を多数訪問した経験から、 2009年に慶応義塾大学の学生であったと、竹内隆信と池田孝瀬が途上国に夢を届けるために立ち上げた団体である。活動分野は途上国の教育支援であり、設立から現在までにネパールのゴルカ軍、ガイクール村などの学校に8000冊以上の本や参考書を寄付してきた。2018年2月に行われた。 ネパールプロジェクト2018において、ゴルカ軍、外ル村にある2校に、図書館を建設するに至った。2020年のネパールプロジェクトは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、史上初めて中止となった。学生ができることを通じて、社会に影響を与える。もっと、国際交流を軸とした、国際協力20年度ビジョン。 日本とネパールの架け橋となり、支援の多様化を図る大きな特徴として、資金的な援助というよりも、むしろ、現地に赴き、現地の人々との交流を通して、お互いに成長、発見できるボランティアを目指している。企業やツアーに頼らず、すべて学生だけの力で運営、管理をすることを目標としている。ありがとうございます。